はい、じゃあ、ホテルインターゲートさんに今日は泊まりました。で、こちら立地をねちょっと説明したいかなと思います。で、広島の繁華街中心部からちょっと北に寄ったところですね。この近くには、広島城がありますと、あと県立美術館と縮景園っていう、はい、日本庭園ですね、そこの近くにあります。で、ちょっと立地としてはインターゲートさんね、残念ながらおととい泊まったね、ネストホテルさんよりはちょっと不便かなと思います。なんでかっていうと、ここね、前のね道路見てもらったら分かるんだけど、電車がね通ってるはいるんだけど、ここ白島線っていう電車は正直そんなに多くないです、電車の本数が。なので、でバス停も少ないかな、バスも通ってるけどね、なのでちょっと不便です。なので原爆ドームとか平和公園とか皆さんがよく行く観光に行くところからはちょっと遠いなっていうのが正直なところですね。で、今1階で、今からちょっとフロントの方に上がりたいと思います。でもね、もうねエントランスからすごいやっぱりね最近のホテルだなって感じで素敵です。こんな感じでエントランス入ったらエレベーターがあって、でエレベーター上がって14階がフロントになってますね。じゃあちょっと上がろうと思います。あ、ちょうどよかった。はい、14階がロビーで、13階から、2階から13階が客室ですね。あとここ大浴場もありました。大浴場もね、昨日行ったけど良かったですよ。うん、まあ、温泉ではないですけどね。あとここはね、一番いいのがこのラウンジサービスなんですね。ラウンジサービスで、コーヒーとかソフトドリンク、あとは午後だとハッピーアワーでワインとかも飲めます。はい、それではホテルインターゲートさん、これねすごい素敵なの、テラス席があるんだよ。今そこでコーヒー飲んでました。テラス席があるんですよ。珍しくないですか。ちょっとなんかね、ビジネスホテルと他のシティホテルの間みたいな感じですね。これザワザワしてて聞こえないかもしれないな。見えてすごい綺麗です。で、結構なんかコーヒーね無料でここで飲んだりとかできるし、結構ずっと多分ねコーヒーは置いてるみたいですよ。で、朝食とかはちょっと別料金になって1600円の消費税で1700いくらだったかな、かかりました。朝食もね美味しかった。朝食で撮りたかったんだけども、ちょっと人がいっぱいで撮れそうにないので、ちょっと写真だけは撮ろうかなと思ってます。ということで、あとでちょっと総括を、この総括もねまた話したいと思うので、はい、ちょっと今ね、誰もいなかったので、ちょっとラウンジの様子も撮らせていただきたいなと思って、これ室内のラウンジですね、素敵でしょ。で、昼食会場と、にもなってますね。昼食会場とラウンジがセットになってて、雑誌とかもここ置いてあります。なんかね、広島の情報誌とかいっぱい置いてあるので、見たらいいんじゃないかなと思いますよ。で、皆さんスタッフさん作業してるけど、あそこが朝食をが置かれる台になりますね。本当にね、ラウンジの中もすごい素敵でな感じなので、朝食食べられる方は、朝食も美味しかったのでね、ぜひ食べられてみたらいいかなと思います。はい、インカメにして、インカメラにしてね、ちょっとそうかと喋ろうかなと思ったんだけど、なんかホテルがちょっと素敵なので、私の顔よりみんなホテル見たくないかと思ってということで、なんかねホテルの風景を映しながら、なんかラウンジの風景を映しながらですね、はい、喋りたいと思います。総括、ここのホテルの総括ですね。
ちょっと正直驚きました。一応カテゴリーとしてはこちらビジネスホテルになると思います。ビジネスホテルになるんですが、こういうねラウンジがあったりラウンジサービスですねがあったりするのってすごく珍しいんですよね。で、まあ、もちろんその、まあ、いわゆるあのホテルさんとかね、有名なホテルさんありますね。シェラトンもそうだしヒルトンもそうだし、大きい、ね、5つ星のホテルグループのラウンジサービスと比べたら、もちろん劣ります。ドリンクにも限りがあるし、フードにも限りがあるので、なんだろうな、そういうところに比べたらラウンジサービスは劣るんですけれども、でもそれにしてもね、すごかった。あのサービスでだったらもう全然で無料だからね。ラウンジサービス無料なので、ほぼ朝食以外は無料だから全然利用する価値あると思います。昨日はねちょっとねここの、に気づかなくて、利用できなかった、利用してないんですよテラス席を。だけど夕方ハッピーアワーの時にここに来てワイン飲んだりとかドリンク飲んだりとか、あとは昼間ね早めに着いてもちょっとこうラウンジでゆったりすることができるから、ちょっとねビジネスのカテゴリーが超えてるホテルだなと思います。なので広島に来られる方はすごくここおすすめですね。私ちょっといろんなとこ泊まってますけど、広島のホテルもたくさん泊まってますけど、ちょっとコスパは結構ね良すぎるぐらいいいと思いますよ。きっと泊まるだけだったら、昨日5500円とかですね。で5500円でのあの部屋の広さとこのラウンジとラウンジサービスとって考えたら、あとねフロントのサービスもめっちゃいい。ありえないぐらいフロントサービスがすごいいいです。びっくりしました。普通に新しいホテルのね、ホテルマンさんっていうのかなの人たちって結構新人さんがどうしても多いんですよね。だからちょっと不慣れでオペレーションが不慣れだったりすることとかも多いんだけど、多分ねこれ予想よ、勝手な予想だけど、あれは多分ね引き抜いてると思います。か大きいホテルの系列の人が来てるね。それぐらいホテルのフロントとかラウンジのサービススタッフの方が、もちろん新人のあこの子バイトなんだろうなっていう子もいますけど、上の方が本当にしっかりしてるので、挨拶も絶対してくれますし、すごく、感じがいいホテルさん。本当はね朝食取りたかったけど、朝食がちょっとあまりにも人が多くて取れなかったです。それだけが残念かな。あとは、そうね、部屋も良かったし、言うことないかなっていうぐらいのレベルのホテルである。だから私、ここは多分、まあ、正直多分また泊まりに来ると思います。もう快適。本当に。ホテル暮らし、夢なんでね、もうこういうところ拠点にできたらいいなって思うぐらいの。ホテルでしたね。はい。ただちょっとね、さっきもお話したけど、立地は観光するのにはちょっと立地が悪いかなっていう感じはするので、まあ、ビジネス仕様の方とか、あと広島来慣れてる方とかにはすごくおすすめですね。で、まあ女性がね多かったね、このホテル。男性のビジネスマンというよりは女性の方が多かったので、やっぱりちょっと男性にとってはちょっとおしゃれすぎて、もしかしたらちょっと敷居が高いのかなっていう感じもしないではないですね。でなんかね今ね広島本当ホテル建設ラッシュでね、隣にもねこのビスタさんってこっちと迷ったんですよね。ビスタさんっていうこちらもビジネスホテル、新しいビジネスホテルが建っております。これもねまた近日中にそのうち泊まりたいなとは思います。うちって寒いんだわ、家が。なのでちょっとこの今日が当たってる暖かいところでのんびりするのがめちゃめちゃ幸せです。ということでインダーゲートホテルさんの総括はこれぐらいで終わりたいかなと思います。ぜひね広島来られた際にはこちら利用してみてください。すごい素敵なホテルなので、
きっとね、ご満足いただける滞在をできしていただけるんじゃないかなと思います。前回し物かっていうぐらいおすすめしましたけど、でも本当に良かったです。ということで、夏から撮らないかな、わかんない、うん、ということで、また別の動画でもお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。